カリで疲労販売をしています。平均利用の情報もすべてまとめています。詳しくはコメントをご覧ください。いきなりですが皆様、青山学院大学と学習院大学の英語外部検定利用入試、これについて話を聞いたことがありますか？ほとんど話題にならないと思います。それは実施されている学部が存在しないからです。ただ一部の学部では出願のために英検のスコアなどが必要になってきます。今日はそこをご紹介します。まずは青山学院大学になります。記載のところはすべて個別学部入試の出願に必要になります。国際政治経済学部の2つの学科の B 方式では出願に英国外部検定が必須になります。A 検であれば12級以上の合格が必要です。これに満たなければ出願ができません。総合文化政策学部の A 方式は A 検スコア2100以上となります。何級のスコアでも構いませんし、不合格でも出願可能です。とにかくこのスコアがあれば出願ができます。青山学院大学で英語外部検定が使用できるのは全ての受験形式の中でこれだけになります。次に学習院大学になります。ここは英国外部検定が使えるのは国際社会科学部のクラス入試のみになります。出願に必要です。最低基準は英検2級合格かつスコア1980点以上となります。そしてスコアに応じて英語の得点に換算される形になります。ちなみにこの1980点であれば英語は 67% の換算、12級合格かつ2303点で 87% の換算になります。学習院はここだけになります。ということで短めの10日になりましたが、手抜きではありません。今日は以上になります。ありがとうございました。